明日月曜日夜9時父さんミサ明日上海行ってくる。ということで突然思い立って上海に向かってみることにしました。夜行バスに乗るため最終電車で富山駅へ、朝5時には名古屋駅に到着しました。とにかくどこも空いてないのですぐに切符を買って中部国際空港、通称セントラヤへ。まだ真っ暗なので工場夜景が綺麗でした。忍者いる、忍者ほら、忍者。初めてのセントレア、超綺麗。朝も早いというのに結構な人が空港にいました。8時45分にはゲート。やば、絶対寒い、絶対寒い。いやチェックインは完了したので空港内を散策。スカイデッキではたくさんの飛行機を見ることができました。周りは海、超綺麗。朝ごはんを食べます。朝ごはんはお腹に優しいおかゆをチョイス。来ました。まずは胃を温めて、これが美味しかった。おすすめされたかゆだれをかけて食べると味変がしてとってもナイスでした。肉まんもついてたし、デザートに杏仁豆腐を食べてごちそうさまです。なんか向こうでやるよりこっちでやってた方がいいらしいから了解しちゃうぜ。イエー。はい、モーニングタイムでございます。行くか、行こう、飛ぶぞ。すぐに一やらかしました。チェックインカウンターにこれを忘れていったらしいです。台湾のハードディスク全部4テラ。やば。台湾のねデータもこれしか入ってないから、あそこの2回目のダシさんとハマさんのやつ、はあ、マジで怖かった。いや、なんで気づかなかったんだろう。手元に戻ってきて本当に良かったです、ハードディスク。ということで離陸。周りが海なのですっごい綺麗な景色でした。さよなら日本、また数時間後に会いましょう。この日はとっても天気が良くって快適な空の旅でした。さて、まさかの機内食、朝食しっかり食べたのにもちろん全部完食しました。さて、そろそろ上海、海が茶色いな。ということで上海に到着です。海外って感じなのかがちょっとまだわかんない。今日なんかね20度超えしてるらしくて、絶対格好暑いの。やっぱビニアモーターカーで上海都心部に移動します。一駅じゃない、リニアに乗ることにしました。初めてのリニアモーターカー、日によっては400キロぐらい出るそうなんですが、今日はガラガラ。普通の地下鉄でも移動はできるので、ちょっとお高めで早く移動できるっていう感じですね。観光者向けなのかな。こうやって車窓を眺めるのが結構好きです。やっぱり空港は都心より離れたところにあるのか、建物がそんなにないんですが、どんどん走っていくと高層マンションなどが見えてきて、あ、日本とは違う建物の感じだなと思って眺めてました。切符を買います。
上海は本当に思いつきで行ってしまったので全く調べてないので操作方法も勘です。あ、OK なんかできた、変えました。とにかく目的地が表示されているので乗ればどこかに着く、そんな感覚で乗ってます。違ったら戻ればいいし大丈夫。にしてもさっきのリニアモーターカーとは違ってめちゃくちゃ人がいますね。ということでここからさらに上海都心部まで移動します。鉄の出口って迷いますよね。ちゃんと確認してさらにちょっとでも動こうと階段を使って上へと。長い通路を抜けてようやく地上に出ることができました。ここからは現場音でお届けします。さあということで上海ですね。なんか空港からようやく出れたから、えんじ色のタクシーには乗られました。あ、そうなんだ。あら、あ、海外って感じ。海外って感じ。うん、ようやく突然声だけの出演ちゃんのぶ。こんにちはちゃんのぶです。名古屋のさ空港でさ、お戻りはって言われて今日です、今日夜には戻ってますみたいな滞在3、いや、なんとか4時間半とか行けるんじゃないか。私より早い飛行じゃん。そう、30分早い上海はもっと遊具場みたいな建物があると思ったんですけども、ここら辺はフランス疎開なので建物などがとってもおしゃれです。目指すはザ・上海の景色。上海や、すごい来た。どうですか美佐子さん、上海は喋れよ、ね、え、高いね。高いですね。あれ登れるんだよ。あれ上海で一番高いビルでしょ、うん、この位置すごいね、テレビ塔が見事に隠れてます。あっちが多分階段で、あっちがゴロゴロなんだと思う。階段にする？うん、スロープじゃない？大変でしょ。台本がないから方向がスロープにしようか。でも あのサイトは私完璧じゃない？そう、美佐子が調べたサイトはトランジット、上海のトランジット乗り継ぎ時間を有効に使う方法でしたからね。乗り継ぎじゃないんだよ帰んだよな、目的地なんだよ、帰んだよな。そう、帰っちゃうんだよ。わー、すごい、やばい、え、素敵やん、めっちゃ素敵。これ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 ですよね、これこれ、え、すごいこれは、あ、私3日目なのに初めて見る上海です。初めて見ます。初めて見ます。これです。これな、夜になるとやっぱり夜景になって、夜景になって綺麗だよね。ナイトクルーズもできるみたいなんですよね。うわー、来たー、すごい、めっちゃすごい。わー、あー、いいじゃないですか、いいじゃないですか。来たよ上海。これは上海でしょ。来たよ上海。上海でしょ。上海ですよ。いや、すごいですね。すごいね。綺麗ですよ。ようやくなんかね、来た感じが。あ、なんか海外旅行っぽい絵になってます今。本当、はい、なってますなってます。もうすごい手ぶらなんだけど。リュックで一番重いものは MacBook Pro だから。すごいですよ、MacBook Pro が一番重いんだよ。そうですよね、まあ、海外に来る量じゃないですよね。国内出張かなみたいな。天気が良くて本当にね、なんか美佐子が3割増しで綺麗に見えるよ。3割増しやっぱり、ね、あれなんだろうね。なんかさ、格差がすごくない、うん、え、なんの、あ、本当だ。あれ、でもあれもコンテナ運ぶ、本当だ、格差すごい。
格差すごいね。格差とはなんかすごい。え、船めっちゃいるやん。運河なのここ。のね、こういうの全然知らないんだけど私もちょっと調べてなくて。いいっすね。いや、めっちゃいいですよ。めっちゃいいですよ。よし、帰国まであと2時間。2時間半しかないんだよ。なんだ、2時間半しかないの。限られた時間ではありますが、上海を満喫していきたいと思います。ということで、皆さん次回もお楽しみに。またね。あ、人生の話。17歳の時に丸1年間帰る。はいはい。で、なぜ帰る？間違ったの。え？どこと？希望国をチェックするのを1行間違ったの。どこに行ったかと思った。ニュージーランド。